プリスの皆さん、こんばんは。石原のぞみです。始まりました、石原のぞみの超ホップちゃんラジオ。今日は第61回目の放送となります。この番組はセクシー女優界のホップちゃんこと私石原のぞみが、いずれはラジオ界の希望となれるよう孤軍奮闘していく番組となっております。はい、はい。いやー、どうしたんですか。はい、昨日、うん、忘年会やったんですよ。あ、事務所の。事務所もやし、はい、メーカーの忘年会だったんですよね。うんうん、でっかいでっかい忘年会なんですよ。すごいですね、やっぱ。もうすごい、さすが。なんか私だけとか、もう私のおるメーカーだけってよりかは、何個かメーカーが入ってる会社やから、はいはい、そのメーカーさんの女優さんとか、はい、まだデビューしてない子とか、そのメーカーさんを取ってらっしゃる監督さんとか、はいはい、そのメイクさんとかいっぱい来る、ほんまにでけえイベントが昨日あったんですけど、はい、まあ普通に夕方からやったんですよね。うん、夕方からで、で夕方から10時ぐらい、はい、夜の10時ぐらいまでメーカーの忘年会で、その後に事務所の忘年会が12時半くらいまであったんですけど、はい、まあその私は舐めてたんですよ、忘年会の規模感を。はい、なんでかって言ったら、うん、私デビューしたのは3年前で4年目になるんですけど、はいはい、コロナの影響で忘年会がずっとできてなくて、で今年やっと、まあ、5類になったのとか、うん、はい、まあもうね、しゃあないなったらしゃあないぐらいのやつなんで、うん、はい、もうしゃあないってなってたからあれやったんですけど、まあ今年初めて参加して、でやっぱそのまあ飲むぞとは思って行ったんですよ。はいはいはい、絶対飲むぞと思って行ったんですけど、うん、思ったよりもそう、なんていうの、いろんな事務所からまあ来てるから、事務所の席があるんですよね、ブースみたいな。そんなにもそうパーティーだ。そうパーティー、いわゆる、え、マジでパーティー、マジでパーティー、うん、はい、マジでパーティーなんですけど、はいはいはい、それでこう事務所の席が決まってて、うん、まあ、事務所の色もそこでちょっとこう出てるんですよね。うんうん、でうちの事務所は結構人数多くて、はい、ありがたいことに、うん、その何人か結構多いんやけど、でもそんなウェーイっていう洋の感じではない。あ、そうなんですか。そう、洋の感じではない、うん、落ち着きつつホーム、うん、アットホームって感じの空間なんですけど、はい、私は、はい、そこにとどまらなかったんですよ。じゃあそこに身を固めなかったんですね。なるほど。事務所やけど、はい、私の事務所やけど、うん、その別の事務所のところに行って、パリピ事務所のとこ行って、でパリピ事務所はすごいのよ。やっぱそのメーカーさんの中で同じメーカーで仲良くしてくれてる女優さんはおるけど、やっぱマネージャーさんとまで関われへんから、うん、いやでもやっぱちょっと事務所的にもまああんま参加しない方がいいんじゃないですかね、別の方もいらっしゃるし、なんか気張ってるんちゃうかなとか言ったら、うん、はい、バーって連れて行かれて、もうめっちゃ歓迎してくれて、で煽ったらシャンパンもテキーラも出てくるんですね。え、そう、いっぱい煽って。何そのえ、バックが入るんですか。いや、うちらに入らないんだけど、全然キャバクラとかな感じないんですけど、はいはい、その、何やろ、まあ、やっぱ、もう私も酔っ払ってるし、ベロベロやから、はい、その、まあ、青いブッキー来たことあると思うんですけど、ブッキーと2人で、はい、その監督さんが、うん、その、シャンパンを入れてくれるんじゃないかと思ったら、はい、もう煽りまくって、はい、え、入れへんの、え、入れへんの、うん、入れへんよ。へぇ、忘年会のにみたいな。煽るとそういう感じなんですね。お願いしますよみたいな感じじゃないですね。じゃないじゃないです。入れへんねん、ふーんみたいな感じで入れてもらったりして、はいはい、でみんなでもうバッコバコ飲んだんですけど、はいはい、私は年々こうお酒を飲むと二日酔いになるのが怖くて飲めないたちやったんですけど、はい、うん、打ち勝つ薬を見つけたんですね。おやっと、はい、その水素の薬があるんですけど、サプリ、水素の、水素の、お、大丈夫ですか。いや別に大丈夫ですか。 PR じゃないんで大丈夫。水素、やっぱその分解を進めてくれる系、はい、そう、おう、もうほんま細かく細かく飲んでて、うん、はい、私ほんまやとあんまテキーラ苦手なんですよ、うん、もう一杯飲んだらうえ、気持ち悪いってなるんですけど、はい、
調子良かったですね、うん、ついていけた、あのパリピたち。最後までいけたんですか。まあでも言っても10時までやから、はいはいはい、その後はもう別々で皆さんご自由にっていう感じでもあるし、うん、うちは事務所の忘年会がまだあったんで、はい、あそこから、まあ、ある程度、ね、セーブはしてましたけど、はいはい、でもやっぱこういっぱい飲んで楽しくなって、はいはい、私やっぱ分かったんですけど、なんかやっぱ絡むタイプなんですね、私は。多分酔っ払うとその、はい、やっぱほんまはすごい、なんやろな、仲良くしたい気持ちもあるけど、やっぱ女優さんやし、みんななんかこうね、あったり喋ってくれるけど、ほんまどう思ってんやろみたいな、うん、そう、うるさくないかな、うざくないかなみたいな、その理性が全部お酒で飛んでしまうから、はい、そう、みんなにこうべったべた絡みに行って、はい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 、で、挙句の果てには泣いて、あすごいですね、フルコースだ、フルコース、泣いて、はい、暴れて、でかい声で、絡んで、写真撮って、もう、なんか誰にもこんな目も半分開いたみたいな状態で絡みに行ってたんですけど、はい、まあでも皆さん温かく接してくださって、はい、写真もいっぱい撮ってって感じでしたね。で、そっからまあ事務所の忘年会行って、はい、え、あれって言っていいんかな、ビンゴは言っていいんかな、あ、これはの、了解何があったんだよ。まあまあまあ、ちょっといろいろあるんですけど、何今のジェスチャー、忘年会は今のジェスチャーなんだまあまあまあ、そのね、いろいろありますから事務所の忘年会は忘年会でちゃんとね、はい、やって、はい、終わりました。いや、ほんま喋りたかったところだったんですけど、まあちょっとダメですか、ビンゴの経費で何か、いやいや、その別にそのビンゴが、はい、ビンゴしましたってだけです、私は言いたかった。何をそんな、いや、もう全然そのビンゴでした。何を渋ることがあったの、よしで気になるね。ほんで、うん、まあ終わって、はい、で、今日ってか、そう、今日やね、はい、まあ昨日の忘年会終わって、で、まあブッキーと同じホテルに今泊まってて、はい、で、まあ、なんでかって言ったら、まあ、絶対に忘年会は終電あるうちに終わらんとなったし、うん、マネージャーさんもみんなお酒も飲んでるから送ってもらうこともできひん、はい、タクシーはあるけど、でもそんな無駄にしたくないし、まあ、楽しみたいよなってなって、はいはいはい、せっかくやからと思って今日ディズニーを入れたんですよ、予定として。ディズニーランドに行ったんですよ、はいはいはい、すごいですね、今日。まあ、でも昨日お酒も飲んでるし、うん、はい、まあ、朝起きて、まあ、起きれた時間、アラームかけずに起きて、用意して行ける時間に行こうって感じで、うんうんうん、で、パッてこう寝て、昨日夜寝て、パッて、ほんまアラームなしで起きた時間が朝の8時やったんですね、はい、あ、いいじゃないですか、8時やな、うん、なんか他のことできるなってなって、はい、築地に行ったんですよ。あ、え、築地に、あれなってたわ。え、じゃあ朝ごはん、朝ごはん、朝ごはん食べな、その築地、まあ、まあ、まあ、おかしくないです。で、はい、朝ごはん食べに築地行って、はい、で、まあ食べて、うん、で帰ってきて、はい、で用意してディズニー行ったんですよ、はい、ディズニーはもう私たちからしたら、うん、何やろ、遊びに行くところじゃないんですよ。あ、え、そうなんですか。写真を撮りに行くところ。あ、なるほど、大人のディズニーですね。いいですね。そう、もう今クリスマスなんで、うん、みんな並ぶ、うん、並びたくない、うん、並びたくないかな、ファストパスみたいな、はい、お金払ったらすぐ行けるやつ、はい、にベイマックスだけ乗って、はい、フィルハーマジック入って座ってみて、うん、写真撮って、はい、プリクラ撮って、はい、でこっち帰ってきて、うん、で、今あ、今日行ってきたから、今日行ってきたから、そうか、そう、だからいつもよりこう気合が入ってるんですよ、私。なるほど、わかるんご、確かにわかるんご、美女がいいですよね。そうでしょ、はい、美女二重みたい美女、美女です、言い慣れてないから力でした。そうやな、確かに。そうで、やってましたね。なるほどですね。疲れた、疲れたでしょうよ。いや、疲れた、それはもう眠い、うん、もう眠い。え、その忘
会は行けたんですか、そのちゃんと意識を保って。いや、だから意識は保ってましたよ。私記憶はなくしてないし、はいはい、吐いてもないし、うん、二日酔いでもない。やっぱあのサプリのおかげなんですね。サプリすごいですか、うん、水素のサプリ。アミノ酸はもう、アミノ酸もあんなん、あんなんね。いや、他のお酒はどうかわかりませんけど、はい、私あれを3回に分けて飲んだんですよ、1回。アミノ酸のね、パウチを、はい、そのマネージャーさん、いつものいつめのマネージャーさんがくれるんですよ。うん、元気出しなよ、みたいな。ありますね。はい、そう、いっぱいくれるじゃないですか。うん、あれをいっぱいくれんねんから、くれんねんから、はい、飲む前に1本飲んで、はい、飲んでる途中に1本飲んで、うん、終わった後に1本飲んだのに、はい、だのに来たんですよ。あれは狂月には勝てない。狂月ごとき。そう。アミノ酸は狂月には勝てないです。はいはい、今日実はもう一番ダメ、二日酔いに一番なります。なるほどですね。うん、なんでまあ何にもなく、はあ、ただお酒飲んで、はい、暴れてでかい声出して泣いて絡んで写真撮った、それだけ。全部やったの。すごいですね。で喜ばれたじゃないですか、結構。でもなんか忘年会って表彰式みたいなのもあって、なんか、ああ、はい、そうそう、1年間に。まあ、私その金髪にしてた頃の作品があるんですけど、うん、それが作品としてかなり売れたので、はいはい、それの表彰をしていただいて、はい、メダルもらって。すごいじゃないですか。そう、うん、でなんかそれ以外にも何やったかな、なんか何の賞やあれ、あ、なんか SNS 頑張ったでしょみたいな。ほう、なんかムーディーズっていうメーカーなんですけど、うん、ムーディーズの、はい、なんか頑張ってたでしょみたいな、うん、もらって、はい、でそのトロフィーとね、なんか何表彰状みたいな、はい、もらって、でそれを入れた袋も持ってて、で事務所の忘年会行って、はい、忘年会終わってタクシー乗ろうと思って、はい、タクシー待ってて、で一旦荷物をその垣根みたいなところに置いたんですよ、はい、じゃあそれ忘れて、あ、タクシー乗って、道路脇に置いてある。そう、マネージャーが確保してくれたんやけど、もう全部忘れてた。そこだけ。でもほんまに私酔っ払った、分かったんですよ、はい、酔っ払って物をなくす人っておるじゃないですか、はい、なんでやねんと思ってましたけど、はいはいはい、そうなる、なるほど、分かった気持ち。表彰状も置いたし、うん、携帯も何回もどこ行ったか分からなくなったし、で昨日チャイナを着たんですよ、チャイナ服着てましたね。そう、着てたんですけど、はい、チャイナ服やからセンスをわざわざアマゾンで買ったんですよ。ちょっともうウェイセンスウェイ、はい、ウェイって、はい、もうなかったね。途中からもうなかったね。全部なくしたんですね。どっか行ったね。誰が持ってったんか、はい、どこの事務所のところで落としたんか忘れましたけど、全部なくなってましたね。はい、じゃあ普通歌読もうかな。はい、じゃあ読むよ。はい、ポペネーム土屋タオパイパイさん、普通歌です。のぞみ一面の皆様、ポペリスの皆様、こんばんは。最近のルーティーンとして、ラジオ終了後から火曜日にかけて日々のニュースなどから〇〇な AV につなげられるものはないかと日々考えることが生活の中心になりつつあります。なかなか面白いことが思い浮かばず苦しい日々が続いていますが、先日の放送で初めて MVP に選んでいただいて、脳汁とともに我慢汁まで溢れ出てしまいました。本当にありがとうございます。まだまだ常連組にはかないませんが、これからも頑張ってネタを探します。最近は寒暖差も激しいので皆様体調に気をつけてお過ごしください。はい、やっぱもう丸々な AV を中心として生活してらっしゃる方がここにも一人、うん、はい、いや、まあそうしていただいている常連組の皆さんのおかげでね、うん、いや本当ありがとうございます、はい、凄まじいことですよ。そう、でもそういうのってなんかいきなり来て、うん、もう全部嫌になって辞める人とかおるんでそうならんように、いっぱいいましたね、 今までいっぱいいました。通過していった人たち、通過していった、もう見えなくなっていった人たちが何かいるんですけど、まあそのね、また帰ってきてくれることを心から望んでおります。そうですね、はい、はい、じゃあ続きまして、ポペネームロクチャさん、一面の皆様こんばんは、ふつおたです。先日は月で会いましょうのイベントお疲れ様でした。帰りの飛行機から失礼いたします。私にとって初めてのお歌のイベント最高でした。堂々としてるのに緊張はしっかり伝わってきて、そんな姿もたまらん可愛さでした。てかロング、えぐい、えぐすぎる、破壊力、髪の毛を指で解く姿、あれはやばかったですね。とても可愛くて美しかったです。今年は初めて石原さんのイベントに参加して、締めのイベントにも参加することができて大変幸せな2023年でした。私生活で大きな別れはありましたが、
石原さんや軍団の皆様方と出会うことができて大変幸せな年になりました。まだ今年あと1回ラジオがありますが、お先にありがとうございました。どうぞお体にはご自愛ください。はい、そう、毛が伸びたんですよ。うん、伸ばしたんですよね、そのエクステっていう技術で。はいはいはい。で、私はこれは自分を戒めるためのロングなんですよ、ね。自戒の。自戒のロング。自戒のロング。うん。はい。その心は。はい、何ですか。その心はね、私ずっと高校2年生ぐらいから髪の毛切ってから、はい、ほとんどショート、ボブ、伸びても肩ぐらいまでやったんですけど、うん、はいはいはい、高2までは結構ロン毛で。うん。ロン毛で来てたんですよ。ロン毛でね。うん。うん、なロン毛の時の、はい、その何、まあ大変さ、髪の毛乾かすのが遅くなる。はい。で、椅子座った時に背中に挟まった毛が抜けて痛いとか、はいはいはい、その朝の準備がだるいとか、いろいろあるんですけど、はい、その大変さを私は分かってないから、うん、その何度も伸ばしたくなるんですけど。やっぱり途中で諦めて切るのを繰り返しやったんですね、うんうんうん、そうだからもう今伸ばしてもうて大変な気持ちになって、はい、もう一生ロングしたくないなって思ったらやっと諦めがつくと思って伸ばしたんですよ。なるほどなるほど。そうで、エクステっていろんな種類があって、うん、編み込みとか、うん、シールとかっていうのがあるんですけど、はい、その編み込みとかシールとかってちょっとケアがめんどくさくて、シールはほんまシールやから粘着のところが緩んできたらあかんから、うん、油分を毛のやつはつけたらあかんとか、はい、いろいろあってそれがめんどくさくて、ほんまはエクステって4万とか、うん、そんくらいでつけれるんですよ。それでも高いですけどね、うん、でももうそれでも一番楽な状態のいいエクステをつけたいと思って調べまくったら、はい、大阪にあったんですよ、はい、東京にないんですよ。大阪にあったから行って施術してもらって、はい、で全部終わって、じゃあお会計お願いします、10万2000円です。すごい。って思いながら、ありがとうございましたって10万払いました。10万払った。高い、高い、なんかそう、まあでもなおさら諦められるかもですね、その方が。そうだね。ね、でももうそれで仕上がりも満足してますし、はいはい、確かに長いのだるいけど、うん、まあ比較的ケアはしやすい、うん、だからありがとうとは思ってる。そんなに違うもんですか。え、違うらしいですよ。だからやっぱなんか私は他の癖つきってことないか分からへんけど、はいはいはい、まず乾かへんとか、ほうほう、エクステがドライヤーで乾かしても乾かへん、そんなん嫌やん。嫌ですね、うん、で、ハンガー切れ寝たら頭臭くなりますよとか、はい、痒くなりますよとかっていうのを見たら、うん、もう私はどこまで乾かしていいのか分からなくなると思うんですね。まあ確かに、うん、乾かしすぎたらダメだしみたいな。そう、そう、はい、だからそれがもうだるいから、うん、じゃあもう品質のいいやつでってやったらこの値段、まあカットと、うん、トリートメントと、あと地毛のカラーとエクステのカラーとエクステつける、はい、好評ですか。え、でも割と好評ちゃう。いやいや、割と好評ちゃう。似合ってますよ。あ、ほんま、うん、なんかそういうお便りがありました。あら、いいですね。はい、じゃあ読みましょう。ポペネームぶどうちゃん、いつめの皆様こんばんは。立って歩け、前に進め、あんたには立派な皮がついてるじゃないか、ぶどうちゃんです。先日はいらないです、そんなの知らないです、ね、先日は歌のイベントお疲れ様でした。今年のクリスマスも僕の魅力をわからないボンクラが多く、一人で過ごすことになりますので、オンラインでも早めにクリスマス感を味わえて最高でした。君、ほんと歌うまいね。髪型も変わられてめちゃくちゃ良かったです。この髪型良くないですか？榊原さん、平田さん。今日初めて見た。半ぼっきぐらいしてるんじゃないですか？今後もこんなオンラインで楽しめるイベントがあると嬉しいので、岡本さんご検討よろしくお願いします。ってことですね。彼はどうしたんですか？なんか無差別に他人、うん、無差別に他人を他人に噛みつくよね。そう、最近よく噛みついてる。どうしたんだ、どうしたん何があったん。いやでもブドウちゃんがだからもうタイに旅立っちゃったから、はいはいはい、そのブドウちゃんの意思を継ぐものとして、うん、
その私のファンの子と仲良くしてくれてるから、はい、その子とかから情報を聞くんですけど、そのライブの日にブローちゃんどうなのかな、元気してるかなって言ったら、はい、なんかタイ人にお菓子配って仲良くしてるって言っててそんな賄賂みたいなやり方でそんなやり方で仲良くして日本のね、ハイチュウとかはまあ、ウケるんだろうね。ウケる、多分抹茶のキットカットとかね、渡してるのかもわからないけどまあね、ちょっと寂しいんでしょうね、彼もね。そう、まあまあ人が好きなんでしょう、人が好きなんでしょうね。皆さんどうですか、エクステ。いや、僕で最初見たときちょっと思わずボッと言っちゃいましたけど、ボッと、はい、ボッとって何それ、何それ、何が出たボッと、何が出たんだよいやでもめちゃめちゃいいっすよ、ね、ありがとうございます、綺麗、やった、すごい似合ってる、うん、って感じでした。これはモテます。いやでも公認時が一番モテてたんですよ。あ、モテてたんだ、うんうん、一番のピーク、やっぱロンゲなんかなと、うん、思ってます。そう、初めてカメラを見てくれたそう、そういえば忘れてた、カメラ回ってますから、ね、カメラが回ってますので、ね、はい、はい、って感じですかね、うん、え、うん、うん、あ、もう次、はい、もう行こうかな、ほんだら。じゃあ、普通歌いっぱいくれたんですけど、もう一つぐらいいます、もうみたいに読もうか女読もうか、うん、どうしようかな、ほんだら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 ね、うん、うん、じゃあこれに しようかな、はい、ポプレネームハウさん、ふつおたです。のぞみさん、榊原さん、いつめの皆様こんばんは。18日のライブイベントお疲れ様でした。仕事の都合がつかず撮影会のイベントには部下を送り込んでおりましたが、念願の初イベント参加させていただきましたライブ開始前は神ファンの方々の中心細かったのですが、ロングヘアののぞみさん登場ですぐに場の空気が和み、ライブ開始、生演奏の中、圧倒的な歌唱力で歌うのぞみさん、最高でした。ラストのさよならの向こう側は鳥肌が立ちました。途中質問コーナーが始まり、神ファンの方々が質問しておりました。私もと思いましたが、新参者が場の空気を壊してはいけないと思いできませんでしたので、この場を借りて お聞きします。来年年女ののぞみさん、何か新たな目標などありましたらお聞きしたいです。冬本番を迎え、ますます寒くなりましたので、お体に気をつけてお過ごしくださいませ。追伸、マネージャーさんお綺麗でした。はい、ありがとうございます。喜びますね。ねえ、これでもね、あの彼女じゃないんです。タダさん。タダちゃんですね。タダちゃん。うん、なんですね。タダちゃんは人気ですね。タダちゃん人気なんですよね。やっぱ台湾の方はじめ。はじめね。うん、人気なんですね。熱烈なファンがいる。そうそうそう。はい、で、そのこの方はその最初の方に書いてるんですけど、うん、その部下を送り込んでたんですよ。何ですか、それ。私のイベントに。あの部下を、はい、送り込んでたんですよ。どういうじゃあなんかお偉いさんなんかな、やっぱ部下の方がいらっしゃるぐらいだから、はいはいはい、でいつもその私基本的に土日にイベントしようと思ってるんですけど、うん、それ土日でもやっぱ忙しいから、はい、代わりに行ってきてくれと、はい、部下の方を送ってきてくれてて、はい、で上司の名前はこうこうこうです、宛名に書いてください恥ずかしくって、うん、お前でかいよっていうことじゃなくて、違う、忙しくて、忙しく、うん、で、やっとこの間来てくれて、おー、いいですね、そうそう、はい、で、この方もそのそ私は知ってるから、部下を送り込んでくる人なんかこの人しかおらんから、なるほどあ、やっと、はい、やっと会えましたねっていう感じだったんですけど、はいはいはい、うん、でも、まあなんか神ファンの方々とか ね言葉遣いもなんかもすごい自分をこう下にしてる上に上にってやってくれてますけど、全然もうすごいですね、全然場の空気も壊しませんし大丈夫ですからね、いいですね、はい、で、なんか目標ね、目標は、はい、あのラジオのタイムキープを頑張ります、うんそう、22時喫下に終わるって結構難しい、難しい、喋っとったらやばい、いつの間にか21時56分とか、うん、はいはいはい、この間は22時にもう、うん、あのエンディングやってたりとかしたんで、はい、そこのタイムキープ、そうですね、人頑張りますね、うん、はい、私は結構まあ気が我々、うん、全員気が緩み、確かに緩みがち、緩みがち、はい、緩みがちなので、はい、はい、そうですね、じゃあちょっと来年も頑張ります。頑張りましょう。ということで、
毎週水曜日この時間は石原のぞみの超ホープちゃんラジオ、よろしくお願いします。石原のぞみです。毎週水曜日の21時から石原のぞみの超ホープちゃんラジオ、はい、ポペリス生電話、ラジオトークのコラボ機能を利用してリスナーのお話を聞くコーナーです。今回はクリスマス直前ということで、クリスマスの予定などを教えていただけると嬉しいです。参加方法はコメントで参加を表明してください。リッチコメントは優先してつなぎますので、電話したいですと一言やってくれると嬉しいです。で、チーナ、別にクリスマスの予定メインではないので、うん、はい、雑談でもお悩みでも何でも募集しております。はい、じゃあよろしく。さあ、来た。お、あら、私この方初めてかもしれん。もし、初めてじゃないんですけど。嘘、ごめんなさい。2ヶ月前ぐらいですね。2ヶ月前ぐらいですかね。うん。こういうふうに電話したんですけど。すいません。その時に、まあ、悩み相談みたいな感じで。うんうん。で、あの、僕の彼女が隣でラジオ聞いてて。あ、はい、思い出した。おーおー、はいはいはい。うん、思い出した。それで、うん、まあ、なんか父くれあえちゃいなよみたいに言われたんです。ああ、私をきっかけにね。うんうん。で、どうしようかなみたいな。うん、どうしよう、うん。ちょっと頑張ろうと思って。はいはい。だから彼女がなんかタイミングいいかわかんないですけど、うん、ちょっと何見てんの普段の AV は。おお、言ってきてくれたのね。で、まあまあまあ。石原のぞみなんか見せて、うん、それ見てやったんですけど、おお、乳くりあったんや。そうなんですよ。乳くりあって、なんかいつもよりなんか心なしかなんかタッチがめっちゃ良かった。すごい、うん、いつもよりすごいな。うん、ありがとう。解決したんやな。解決しました。あ、ほんなええわ。よかったやん。ありがとうございます。え、その後はその前のお悩みみたいなことはなくなったってことでいいんですかね。そうですね。あ、なんかもうなんか見ながら、うん、見ながらなんかやってるみたいな感じなんで。あ、そっからはもう見ながら系になっちゃったってことですね。なんかどっち彼女とやってんのか、なんかどっちでやってんの。いやいや、彼女とやってんだよ。彼女とやってんだ。隣にいないですよね、大丈夫ですよね。あ、今お風呂入ってんの。あ、お風呂、よかったことよかったこと。いや、でもよかったですね。うん、よかったよかった。解決したなら何よりでございます。ありがとうございます。またなんかちょっとこうマンネリ化してきたら。あ、はい。ちょっと相談しに行ってください。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。すごい男。その説はどうもという。その説はどうもの電話だったんだ。その説はどうもの電話だったか。マジか。いや、そんなことはあったな。確かに思い出しました。初めての方だと思ったけど、うん、珍しい方だから、うん、ね、初めてだと思ったけど、思い出した思い出した。彼女のとか言ったところで分かりましたよ。うん、これなかなかでもね。うん、理解のある彼女で、そう、理解のある彼女、かなりかなりですよね、うん、まあ、うまいこと言ったらいいですけどね。じゃあ続きましていきます。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、どない。いや、でも本当お疲れ様ですね。いやいや、もう忘年会ディズニーと、いや、もう全然自分元気なんで、やっぱ水素のサプリのおかげですからね。水素怖いな。怖ない。怖ないよ。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。もうね、今のね、話、はい、やられた後はもう無理。大丈夫大丈夫。別にその誰かと誰かを比べるわけじゃないですか。っていうかさ、いぶきちゃんがなんかあの書いて書き込みしてるから、いぶきちゃんと喋った方が面白いんじゃないかなとか。え、ぶっき？ぶっき。本当ぶっきいるじゃん。
じゃあブッキーと話そうかな。あなたブッキーをアテンドする方ですか。かしこまりました。中 MC みたいな。取材ありがとうございます。また来年もよろしく。いやよろしくね。じゃあね。お疲れ様です。はい。じゃあ誘うか。こいつ見てるしね今ね。もし。こんにちは。こんにちは。いや申し訳ない、ね、あのなね、私との時間をね、いや本当皆さんも使ってしまって申し訳ないんですけど、いやでもなんかみんな待ってたっぽいんで、ね、ご所望だったんで、いやみんな本当にありがたいですよ、うん、石原軍団の皆さんをね、うん、優しく迎え入れてくれて、いや分かる、感謝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 、ガイズあんま言うなあんま言うなよ。でも言っても私たちさっきまで一緒にいたんですよね。そう、ほんとさっきまで1時間前ぐらい。すごいな。ラジオ来る前まで一緒ですから。毎週そうだね。毎週そう。毎週ラジオの前はこいつと一緒にいて。すごいな。そうですよ。うちら一緒に待ってんだよね。この時間まで。で、私見送ってね。そうですよ。え、じゃあ、あんたは、あんたはでもそうか、年女じゃないもんね。来年は。そう。うちは年女だけど。そうだよね。うちの来年の、目標は、そのラジオの時間をしっかり守るってことなんだけど、タイムキープをするってことなんだけどさ。なるほどね。うん、あんたは何が目標なのよ。目標？おっしゃいなさいよ、ここで。私の目標ですか？うん、てめえの目標だよ。ここで言え。まあ、私の目標は、うん、てめえの目標は、まあでも、昨日ね、大勢の前でも言ったけど、ああ、言ってたね、まあ、葵吹の名を世に知らしめると、はいはい、もう知らしまってるよ、知らしまってる。ありがとうございます。最近じゃあ、知らしまってんなと思った瞬間、いつ知らしまってんなと思った瞬間、うん、知らしまってる、エピ、でも、あれだね、街中で声をかけていただくことが増えて、まあ、非常に嬉しいですよね。わかる、そう、わかる、ね、うん、そう、私注意したんですよ、ブッキーに。いや、あんたはその無防備すぎるからマスクをして出かけなさいと。なるほど。別にそれがね、マスクしないとダメってわけじゃないし、変装しろって言ってるわけじゃないんだけど、はいはい、その別に皆さんをそう悪い意味で言ってるわけじゃないですよ。でも何わかんないじゃん、そのつけられるかもしれないじゃん。まあそうね、そんなみんながそうだと思ってない。でも そうかもしれないじゃん。基本的になんかイベントとかに来てくれる人たちは、まあ割とそのちゃんと節度を持ってさ、うん、そう、節度を持ってね、いるけど、その、うん、ね、いわゆるミーハーな人たちはね、そう、どうすんの、だって後ろから盗撮とかされてさ、どうすんの。ねえ、そっか、そう、うん、っていうのをもう最近ね、ずっと言われてるっていうことなんでしょう、うん、そうですよ。だから、まあ、知らしまってから、うん、これからも一緒に知らしめていこうなっていう。知らしめていこうなって、はい、感じで。あ、じゃあちょっとこの場を借りて、何コトちゃんにね、プレゼントのお礼いいかな。お前、この場すぎるだろ。特定のファンにプレゼントのお礼を言うな、ここで。違う、あ、分かる、声でね、分かる分かる、なんか私の分を用意してくれてるってことが、そうだね、超嬉しかったから、うん、そう、ありがとうって言いな、ありがとう、ありがとう、ありがとう、またありがとう、もらったものを使ってるよって言いな、そう、本当にそう、使わせていただいてますっていうの、うんうん、そう、感謝でございます、オッケー、オッケー、ごめんなさいね、言えた言えた大丈夫、嬉しい、もう私はもう満足、うん、満足した、じゃあまた後でね。うん、うん、じゃあまた後で、ね、すぐ帰るからね。帰るとき LINE するから。はい、うん、ほなね。バイチャバイチャ。はい、バイチャバイチャ。彼女自由でしょ。いや、素晴らしい。うん、もう一回来てほしいです。もう一回来てほしいです。ああ、もう呼びましょう。彼女多分いつでも来てくれるんで。はい、じゃあ続きまして。もし、もしもし、ヤホミヤホミ、こんばんはです。こんばんは、どうすか最近、え、どうすんの、何クリスマス、どうすんの、え、特になんもないよ。クリスリス、クリスリスなんもないの、なんもないよ。え、何すんの何すんの、
M1 あるよ、M1。 あ、じゃあ M1 見るか。今日は どないですか。なんか言いたいことある？あたいに公開収録で、はい、悩み相談あったじゃないですか。悩み相談、うん、うん、あの時結局言えなかったことを、はいはい、あ、今今年のうち言うとこと思って。そうね、聞かせて。そう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 、うん、あのですね、はい、あの時言おうと思ったのが、はいはい、あの自分の声があんまり好きじゃないんですよ、自分が。うん、うん、その自分で思ってる声と人に聞こえる声って違うって言うじゃない。うん、言うね。うん、だからこういう、うんうん、せっかく生電話した話をアーカイブで聞き直すんだけど、うんうん、どうしても自分の声がうんってなっちゃうんだよね。うん、ほう。うん。うんうん。そうなのよ。で、なんか、うんうん、その、まあ、これを、ね、まあ、そのだから、なんかマインド的になんかいい方法ないかなと。うんうん、なるほどね、うん、そう。いや、私は別に自分の声全然好きじゃないんですよ。今もなんかこうやって歌のイベントするときも、あー、なんでこんな私声低いんだろう、だるーって思うこと多いけど、そう、そうだったんだ。そう、だるー、なんでこんな声低いの、なんで全然可愛い声出せないんですけどって思うことめっちゃあるんですけど、でもそのさ、自分で思ってる声と人から聞いてる声違くてキモいなって思う瞬間ってみんなあると思う。みんな経験、ね、コメント欄がね、うん、分かるって人多いんだよね。そうそうそう、だからね、分かるけど、でも私は別にてっつーの声を嫌だなとか変だなと思うことないし、声に対して変だなって思うことって自分以外にないんだよね。まあそうなんだよね、うん、だから気にしなくていいんじゃない？ああ、うん、分かった、うん、別にいいじゃん、うん、うちがだって鉄の声いい声だなって思うよ。え、それでよくない？うちがいいって言ってるんだからいいじゃん。あなた私、あなた私のこと好きでしょ。いいじゃん、好きな子にそうやって言われてんだよ。いいでしょ、それマジ大好きだから。なあ、そうでしょ。じゃあもうそれで満足だな。そういう気持ちで来てくれや、鉄。分かった、ありがとう。全部そうだからね。分かった、ありがとう。うん、気持ち強くなった。うん、ありがとう。また年末なのでいつも通り事務所にお菓子とか送ります。すごい、ありがとうございます。毎年毎年毎べ毎べ毎回毎回本当に助かっております。あたくしたちも毎年もうやるって決めてますので、ありがとうございます。じゃあまた来年もよろしくね、てつ。来年もよろしくお願いします、うん、ありがとうね、じゃあね、じゃあね、バイビアソー、はい、すごい、ね、声問題ね。いや、わかる、まあ、これは最初だけですよ。そう、うん、ほんまそう。自分の声聞く機会を増やすってだけです。ああ、確かに。ああ、私もだって AV 始める前は自分の声を聞くことってないじゃないですか、うん、で、AV の時何何これって思ったで、ね、自分の声って、だって普通に喋ってる声じゃないで、喘ぎ声、喘ぎ声に私は、こんな嫌だと思うの。それに比べたらマシン語よ。自分のイメージしてる喘ぎじゃなかった。そう、違う、こんな声と思いますから、喘ぎ声。自分のイメージしてる声とかってあるかもしれないですけど、はい、やっぱこのね、あの生電話何回も参加してもらったら何回でも聞けないから、うん、そうですね、それの度にぜひ慣れていってください。そうですね、はい、じゃあ続きまして、どうなったかしら、どうなったかしらね、あ、オッケーオッケー。もしもし、こんばんは。こんばんは。もうこの声は皆さんわかるね、たけしだね、ジャイジャイだね。この間ロン毛良かったです。あ、ロン毛良かったですか。ロン毛と言われると。はいはい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。え、うん、え、クリスマス何して過ごすって言うんですけど、はいはいはい、今回は休みなんですよ。休みなの？休めるんです。うんうん、うん、で、去年も同じこと言いましたけど、うんうん、12月24日誕生日なんで。あ、そうだ、誕生日だ。おめでとうって言ってくれると嬉しいです。
おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。え、クリスマスは何する予定ではあるの？ご家族で過ごされるのかしら。うん。あの、椅子くる？木に座ってる？一枚板の。ご家族で、うんうん、過ごして、うん、それで、うん、まあ、カルバンクライン、カルバンクラインって言ってんの？うん、カルバンクラインは、うん、まだ開けてないんだけど、はい、はいはい、ちょっと、うん、まあチャンスかなと思って、ああクリスマスが、ね、いや私の意見言っていい？どうぞ。クリスマスはあのもうフラグ立ちすぎてんのよ。そう、そのフラグが立ちすぎてる。ちょっとなんか生えまくりすぎてて、もう見えすいてるから。その思考がね、ジャイの思考がね、見えすぎてるから、あえて26日を選んでみるとどうですか？26？ うん、その進めるというか押すのを26日とか27日とかちょっとあえてずらすとなんか余裕を感じる。確かに、うん、うちはすごい余裕感じる。そうですね、なんかあるやん、その聖なる夜にノリが日本には、うん、そのクリスマスの日はセックスしろみたいな、うん、なんかしなきゃいけないんじゃないか、そうみたいなってなってるやん。うん、なってる。それはもうさ、どの世代でも大人も子供も、子供は分かるレベルになってるとあれだけど、もうあそういう感じだなって思ってるから、そこを狙うと逆にこう、うん、見えすぎてる、うん、ちょっとチンチンすぎる。あ、チンコ見えてますか？チンコ見えてるね。はみ出すぎてる、うん、そう、分かりました、うん、だからあえて、あ、そうね、ジャイがこれ見ようがしにカルバンクラインつけてればみたいなのを言ってる方いらっしゃいますけど、そうなると逆にまた惹かれる可能性あるから、ね、うん、もうなんかカルバンクラインは一旦置いといて、はい、ちゃんと営めるようになってからまたもう一回これつけてるとこみたいなぐらいの方がいいと思うんで、ね、一旦ね、ちょっと休ませてください。家族の時間にしてください。わかりました。はい。じゃあ、OK。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうね。でも、はい、着実に進んでるから、頑張っ。頑張ります。うん。じゃあにー。はい。でも、最近なんか奥さんと、はい、その、喋るようになったんですって、ちゃんと。すごい。そう。努力がちゃんと、うん。前に進めていますよね。生きてる。素晴らしい。そう、生きてるから、もういけるかな、みたいなことをこの間言ってて、それがダメなんだよ、っていう話をしました。そうですね、もういけるかなじゃないわよと。そうですよ、うん、じゃあちょっと最後かな、次が、はい、うん、じゃあシャチシャチシャチ出てくれるかし、もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは、うん、どうですかシャチさん、あれ聞こえてますか？聞こえてるわよ、こっち聞こえてるかしら。あ、もしもし、聞こえてるわよ。聞こえない。あ、カチ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 。もしもし。もしもし。あ、シェイさん聞こえる？聞こえました。オッケーオッケーオッケー。カチ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 。はい、大丈夫です。どうですかシェイさん。改めましてこんばんは。こんばんは。どうですか？クリスマスなんかすんの？クリスマスは、うん、歯医者に行って。はい。あとは、うん、M1 を見て、うん、次の日、25日で健康診断です、うん、なので、特に24前日も、うん、あんまり遅くまでは何も食べれないかな。そうだね、はい、あの、ただのその平日感がただの平日感ですね、うん、ありますね、はい
健康診断邪魔だね。健康診断邪魔やね。一番食べたいのになんかを。そうです ね。かわいそう。何も考えずにそこに入れてしまった。もう目に入ってなかったんだね。そのクリスマスだっていうのがね。全然気にしてなくて、うんうん、健康診断受けろっていうのが会社から来て、うん、なるほどね。その日程がこことこことここってあって、うん、じゃあここでって入れたのがクリスマスだった、はい、残念だ。残念ですね、まあまあまあ、今にして思えば、うん、どうですか M1、はい、誰期待してるんですか。 M1 はやっぱりモグライダーに頑張ってほしいですよね、うん、なるほどね、まあ、確かにモグライダーさんお仕事でご一緒させてもらってるんで、確かにそうやな、モグライダーさん残ってた、真ん中にもおったな、残ってた。そっか、なんとか頑張ってもらって、はいはい、月とモグラの時間を拡大してもらって、確かに、ね、望みをもっと見たいなと。私に繋がるんだこの M1 がすごいなんか一言とは思いくなってきたM1 がそうですよ、うん、ほんまや、結構重要です。そうですね、確かに私もちょっと M1 楽しみにしてるんで、はい、私の一押しは、一押しというか、はい、私の個人的な好みは、そのモグライダーさんももちろん好きなんですけれど、その壁ポスターさんが私は好きなんで、いいですね、壁ポスターさんとなんかクールシャツさん被るとこない？ないか。どこですか？その優しく喋る感じ。あ、優しく喋る感じね。被るところがあります。確かに。壁ポスター。私がちょっと柔らかい。そう。ありがとうございますなんですかね。うん、私壁ポスターさん大好きなんで、はい、ちょっと見といてください。また M1 については27日かな、はい、に話そうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあね、楽しみにしてます。うん、シェイクさん、はい、ありがとう。じゃあバイビー、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、うん、ええやん、うん、じゃあもう次行くなよ。はい、はい、ということで以上ポペリス生電話のコーナーでした。〇〇な AV のコーナー、無職の法廷童貞男が激ピスでしこり散らかし疲れて10時間ほど眠る、目を覚ましてふと冷静になって考える、大谷翔平ぐらい寝る、大谷翔平じゃないのにまた無我夢中でしこり散らかす自暴自棄 AV のようにこのように存在して架空の AV を教えてください。最後に私が今週一番気に入ったものを発表します。テクニカル回答がね、先週そうありましたこんな長いのが、はい、すごいです。入るの珍しいと、はい、珍しい、はい、なりましたので、また今週も読んでいきたいと思います。では早速、ポップネームてっつん〇〇な AV、チンコを立たせるために下敷きをめっちゃこすってからかざさないといけない静電気 AV 電磁炉、そっち系なんやな、そのチンチンは静電気で立つタイプ、軽いですね、はい、じゃあ続いて、続いてもてっつん〇〇な AV、 同じチンコを2つ合わせると少しずつ大きくなっていくスイカゲーム AV 同じチンコはないみんな違うんだ。嫌ですね、合わせるの。合わせたくないチンコ合わせるの嫌だ、はい、じゃあ続いて、続いてもてっつん〇〇な AV、撮影終わりにタオルがぐちゃぐちゃなのか綺麗に畳んであるのかで女優の満足度が分かってしまうテーブルマナー AV ぐちゃぐちゃだと満足なんですよね、実は。そうですよね、テーブルマナーもそうですね、はい、じゃあ続いて、続いては、土屋太鳳パイパイさん〇〇な AV、同じ男優に2回チンポで疲れて生かされるとアナフィラキシーショックを起こすスズメバチ AV そういう蜂と同じタイプ、ね、接近禁止みたいな、接近禁止になる即 NG、うん、悲しいですね、はい、じゃあ続いても土屋とパイパイさん丸々な AV、童貞の分際でセラミックの歯で微笑む AV おい当たりが強えぞ
別に童貞も、うん、治療の選択をするあれはありますから分際でとか言わないでください。童貞は保険の治療しかしない、保険の治療しかしちゃダメとかないですかセラミックもつけますから、はい、じゃあ続いて、続いても土屋とパイパイさん、まるまるなエンプリ、立てば完全に向けるのでギリギリ方形ではないと童貞男は思っているが、他人から見ればギリギリどころかがっつり方形な AV なんでそんなに敵を作ろうとするのお前らは童貞男だから ね知らないですから他のは、ね、いいんですよそれね、はい、じゃあ続いて、続いてポペネーム玉シャブローさん、まるまるな AV、ベラベラベロベロポチンポチンコロッソチュパイタリア風 AV こんなのミーマシェンテが起きてるの、何の話そうベラベラベロベロはまだ見えるけどポチンコロッソチュパってなんだよポチンコロッソ部分が分かんないよ。すごいですね。素晴らしいですね。多くを語らない、多くを語らない、これがイタリア風だから。素晴らしい、はい、じゃあ続いて、続いてもタバシャブロさん、バルブルな AV、ちぶさの丘を越えくぼみをたどってへその谷へ、そこから下り黒々とした密林を抜けるときらめくオアシス、すっかり乾いた旅人のレロレロロロチャパ、舌を潤す AV チャパキモ、旅と表現した、旅と表現してきたがついに、うん、ついにいろんなことに手を出しましたね、玉城さんは。喉が渇いた旅人と表現しています。そう、表現しています。素晴らしいです、チャパはい、じゃあ続いて、続いても玉城さん、まるまるな AV、落ち込んだりおちんこ出したりうまくいったりいけなかったり、ものをぶら下げて生きるというのはまた難儀なものですなぁ、遠い流し目でキセルを吹かすおかみさんがうなだれる僕にぼやきかける AV ずっとこれないで、始まってからこのラジオがすごい、すごいシャブロー、すごいです、楽しい。どうエロくなんだよ、それ。そう、どうそこから何が何なん、はい、じゃあ続いて、ね、うん、続いても玉シャブローさん、はい、ほのぼの農家の収穫風景、腰をかがめた嫁さんのヒップたまらず立ちパッコ、麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる AV タマシャブロさんね、どこに関してもやっぱ独自のその擬音みたいなのがあって、うん、そうですね、ここはタチパッコ、うん、前回はあのチャパとかねポチンコロッソチュパとかねこれは他の誰にも真似ができない、いやそうです、流派、うんうん、かぶらず絶対かぶらないこれを毎回10話送ってくる、すごい、すごいです、とんでもない絶倫、ありがとうございます絶倫絶倫音ありがとうございます、はい、じゃあ続いて、続いてポペネーム第3まるまるな AV、大草原で見つけた一本の綺麗な花の花びらをちぎりながら、したいしたくないしたいしたくないしたいしたいしたい欲望に負けた AV ヒロシですみたいな、もう悶々としちゃってるんですね、してる風景が見えますね、はい、じゃあ続いて、続いても第3まるまるな AV、 しこり税を払わないと見れない AV ここにまでも税をね、つけようとする、国税庁の魔の手がこの2本、はい、じゃあ続いて、続いても第3まるまるな AV、はい、大きな授賞式に呼ばれみんなでワイガヤし、時には童貞を卒業したり法廷を告白したり、マネージャーが厨房であたふたしたり、 LINE ホッポッパーになったり、大型新人が現れたり、演技力検定審査委員会ができたり、公開収録したりしてめちゃくちゃ楽しかった
ホープと一面と俺たちの1年間の AV かっこ今年最後の放送日は年末企画をやるかもとおっしゃってたので先に今年をまとめてみました。1年間楽しかったです。感謝、来年もよろしくお願いしますいい方ですね。いいですね。ダイさんがあれですからね、童貞を卒業した方ですからね、はい、そうですね、はい、自分から言ってくれました。素晴らしい、ありがとうございますはい、じゃあ続いて、ポペネームデルトラクエストさん、まるまるな AV、育ちのいいお嬢様をナンパしたが行く時の声が行くではなく行くな AV そこに別に育ちの良さで音わずかにも出る出るんだね、品格がねはい、じゃあ続いて、続いてポペネーム今和の際のチロルチョコさん、まるまるな AV、 出会ってまるまる秒で合体の最速タイムを競う AV、 過去大会前後の各出演者のドキュメント映像付き、俺には合体することしか脳がないんですみたいな、お願いします今日も人気ですね、うん、ありがとうございます。これたまにその爪が甘くて、まだ今はの際のチロルチョコさん、はいはいはい、そう何個か送ってくれるんですけど、何個かに1個なんかお願いしますが抜けてたりとかちょっとこう、タメ、ね、口になってたりとかして、はい、まだまだこう後輩力としては足りてない部分もありますね、はい、そうですね、うん、でも可愛げもあります、可愛げもありますね、そこら辺がね、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ続いて、ポペネームエスポワルさん、まるまるな AV、 千手観音の千本の手が世鎮菩薩の千本のチンチンを手こきするとっても忙しそうな AV 世鎮菩薩何ですかそれは。結果1チン2チンってことですね。そう、1チン1チン忙しいね、忙しいこっち側が忙しい、すごいです、見る方がね、はい、じゃあ続いて、続いてもエスポワルさん、まるまるな AV、パイパンなのに脱毛した後に QR コードのタトゥーシールを貼り付け、遠目で陰謀と思わせてからの、ちゃっかり自分の SNS を宣伝する女優さんの AV、あ、なるほど、はい、いいですね、はい、発想はいいですよ、発想はいいですよ、はい、陰謀かなと、陰謀かなって遠くから見たらね、はい、じゃあ続いて、ポペネームぶどうちゃん、まるまるな AV、ツバメの巣ができてしまったのでうかつに勃起できない AV どこまででかいんだよ破壊しちゃう、破壊しちゃうんですか、勃起してしまうとねじゃあ続いて、続いてはぶどうちゃん、まるまるな AV、 ほんまごめん、中に出てまう、名倉 AV まだ間に合うかまだ間に合うかその言ってる間に、はい、じゃあ続いて、続いてはぶどうちゃん、まるまるな AV、 二なりの女性がペニオンニと呼ばれてる韓国の AV ペニオンニいいですね、オンニは韓国のその女性、はい、仲がいい女性、彼女とか、うん、まあ後輩が先輩に言うオンニって言うんですけど、はい、ペニオンニ、はい、私は結構好きです。いいですね、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃん、ここ僕もうちょい剃った方がいいですか、汁男優のくせに意識が高く他の汁男優に煙たがられてる AV でもいんのよ、いるんだ、いるいる、意識高い汁男優いる、段取りをしようとするそうってこと、汁男優なのに仕切る、はい、汁男優いるえ、どういう、汁男優の中も多分なんか猫上手があるのか知んないけど、はいはいはい、そのなんか、あ、俺じゃあちょこの辺に何か精子かけるんで何々さん、何々さんそのおでこら辺でみたいなあるなんか何々さんの精子結構ドロッとしてるからこの辺だと映えるかもみたいな知るだけ、嫌ですね、いるよ、それはじゃあやってみよっかみたいな、やってみよっかみたいな、じゃあちょっとお願いしますみたいな、嫌ですね、感謝お願いしますみたいな、嫌だな、いらっしゃいますね、本当にいるんだなんかいることを言われてるからいいですね、見えてるのかな、はい、じゃあ続いて、続いてはぶどうちゃん、まるまるな AV、ほら見てごらん、そういった彼の方を見ると金木犀の香りがふわっと広がり、あーもう秋だなーなんて、そんなチンコが奇病の AV 嫌だな、まあ偶然金木犀でよかったんですけどね、偶然でね、
奇病なんですね。いやですね、はい、じゃあ続いて、続いてはブドちゃん、まるまるなエブイ、男優はおぎの部分、女優はママの部分が担当しているおぎママの一人 AV。 結構好きですよ、ね、見てらんないよ、見てらんないですよね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今回の MVP は、はい、もう私は決まっております。あら、はい、今回の MVP はポペネームブドウちゃんの、ふたなりの女性がペニオンにと呼ばれている韓国の AV に決定です。ありがとうございます、はい、じゃあ、以上〇〇な AV のコーナーでした。はい、ということで第61回石原のぞみの超ホープちゃんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。ふつおたの他にもコーナーお便りたくさん募集しております。ラジオトークの番組ページにある質問を送るというボタンからポペネームを書いて送ってきてください。はい、ということで今日のタイトルを決めてください。皆さん、ほらもうダメなんですよ、うん、うさぎ年の間は、うん、やっぱ22時、うん、超えるんですよね。完全に超えました、うん、超えた。鳴ってる最中も超えてました。もう超えてた、はい、もうその生電話の時点で、うん、もうあってなって、そうですね。で、はい、〇〇の AV の読んでる時にチラッと時計見て、あ、57分、はい今日ダメですねとなりましたけど、うん、はい、ま、あのまた来年から頑張りますんで、はい、はい、パリピパリピピニラタ石原見てボ放送事故みたいな。放送事故ですね。死切る男優チュパ息吹の幸せなそして全部何もなくまっちまった、過酸化水素水ビンゴ色ビンゴ B05 でビンゴロンゲ見てボチュパチュパちゃうねん音でのに息吹これから帰るよ。いやでもね、これやっぱその何事やと思わせたいんですよ、私は、はい、ちょっと全然22時超えてるから駆け足やと思うんじゃなくて、はい、私の中でもこれでいこうと、うん、ニラタ石原見て棒でお願いします。これはちょっとこれ何やろうって、これは何だとなりますね、うん、なりますからね。お願いします。ついにこのそうついにこのラジオでなんか AV が始まるんじゃないかみたいな、ついにというねついに、確かに、うん、ありますんで、はい、これに決定します。ということで、来週ですね、来週のコーナーがこれ演技力検定過去変更の可能性あり、演技力検定でいきましょう。演技力検定で、はい、じゃあ来週は演技力検定、はい、であと丸々な AV のコーナー、はい、そして、2023年の最後のやつですよね。そうです、来週が。そうなります。なのでふつおたで皆さんにちょっといつもふつおたはテーマ決めずに募集してるんですけど、今回は2023年度の、超ホープちゃんラジオの中でのなんだっけ、まあ、良かったとこ、個人的に好きだったシーンとか、うん、個人的に好きだったシーン、はい、ここ良かった、ここ笑ったなとか、うん、この人のゲストの回良かったなとか、そうですね、っていうのがあれば、はい、それを送っていただけると嬉しいです、うん、ちょっとそれを皆さんの意見を聞きたいなと思いますの で、 そうです、ね、はい、ということで、来週最後の放送になりますので、よかった皆さん、生放送で聞いていただけると嬉しいです。石原のぞみの超ホップちゃんラジオ、毎週水曜日の21時から生放送でお届けしていきますので、ぜひ次回も遊びに来てください。それではまた来週。